ロス128は乙女座の方向にある小型の構成である。ロス128の見かけの等級は11.13で、肉眼での観測は不可能である。年収試作に基づく測定では地球からの距離は約11光年で地球に近い構成の一つである。ロス128は1925年にフランクエルモアロスによって発見され、 翌年の1926年にカタログに登録された。ロス128のスペクトル分類は m 4ボルトで赤色矮星に分類される。質量は太陽の0.15倍、半径は太陽の0.21倍であり、太陽と比べてわずかなエネルギーしか放出しておらず、明るさは太陽の0.035倍しかない。しかし、そのほとんどのエネルギーは、 赤外線として放射されており、可視光での明るさは、太陽の0.00036倍になる。表面温度は 3180K と、赤色外星にしては低温である。ロス128は、銀河系の円盤部に存在する構成にしては、水素とヘリウム以外の物質の存在量を示す、金属量が少ない。これは、ロス128が年老いた、古い構成であることを示す。 ロス128は先行性に分類されるので、わずか数分という時間の間で不規則な変更を劇的に繰り返している。ロス128の周りでは赤外超過が観測されており、これは周辺に青春円盤などが存在している可能性を示している。過去2万年から今後8万年までの近隣の構成との距離の変動を表したグラフ、唯一、 水平になっている黄色の波線は現在のプロキシマケンタウリまでの距離。ロス128は約7万年後に太陽系に再接近する。ロス128は銀河系の中心を軌道離心率0.122で好転しており、銀河中心からの距離は26,800から34,200光年の範囲で変動する。ロス128は約7万千年後に 地球から6.233プラスマイナス0.085光年の距離まで最接近するとされている。2017年5月12日、アレシボ天文台による観測で、ロス128から規則的な電波信号を受信された。プエルトリコ大学アレシボ校の天文学者、アベル・メンデスは、この電波信号はほぼ周期的で、周波数を減らしていき、 約10分間にわたって観測されたと悟っている。そして同年7月16日にメンデスは赤色矮星では決して観測されたことがない奇妙な信号が確認されたとツイッターで発表した。しかしその後のアレシボ天問題による追加観測やアメリカウエストバージニア州のグリーンバンク望遠鏡やカリフォルニア州北部のアレンテレスコープアレイによる観測でも そのような電波信号は検出されなかった。よって、現在では、地球周回軌道上の人工衛星からの電波障害によるものだと考えられている。2017年7月、チリのラシア天文台にある、高精度視線速度系外惑星探査装置による、ドップラー分光法の観測よって、周りを公転する、太陽系外惑星ロス128ビットが発見され、 同年11月15日に、その存在が確認された。発見者は、ロス128ビットは、主成ロス128からの距離、大きさ、温度、そしてロス128が先行性にしては、活動が穏やかであることを考えて、これまでに知られている中で、最も温暖で、環境が安定している惑星であると考えている。これまで発見されている。 地球サイズの太陽系外惑星では、プロキシマ・ケンタウリビーについて2番目に太陽系に近いが、ロス128自体が太陽系に接近しているため、約7万9000年後には太陽系に最も近い地球サイズの太陽系外惑星となるはずである。少なくとも地球の一に4 0倍の質量を持つが、太陽から地球までの距離の約20分の1しか離れていない。 しかし、ロス128の活動がそれほど活発ではないため、ロス128から受ける放射量は地球が太陽から受ける放射量の1.38倍にとどまっている考えられている。この研究では、ロス128ビットはハビタブルゾーンの内縁付近を降転していることが示されている。ありがとうございます。